こちらの防空頭巾は太平洋戦争当時実際に使用されていたものです。防空頭巾は戦争中、落下物や空襲の火から頭を守るために使われていたもので、現在使われている防災頭巾とほとんど同じ形です。こちらの防空頭巾は昭和20年頃、母親に背負われた生後2ヶ月の子供が八王子で空襲に遭遇した際に着用しており、焼夷弾による焦げ跡が頭頂部付近に確認できます。小さな子供であっても被害を与える空襲の様子を今に伝えています。